皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、薄いエンドウ豆の豆ご飯やりたいなというふうに思います。このエンドウ豆、よく見るとこういうふうに丸くこうなっている部分と、ちょっとこう反っている部分とあるんですけども、この丸くなっている部分から剥いてあげると豆は取りやすいです。だから丸くなっている、こう丸くなっているところから親指をこうやってギュッとこう曲げてあげると豆が取れますので、それで豆を取ってください。お米をザルに入れて水に浸しておきます。揚げは2合について1枚と考えてください。今回は4合なので2枚にします。エンドウ豆は特売でたくさん売っていましたので、それを使うということにします。揚げはミキサーで粉々にした方が美味しいです。それで出汁をちょっとこう入れてミキサーでこれを粉々にします。米4合、薄いエンドウ豆、それからこのようにしてペースト状にした揚げを入れます。あとは米2合について小さじ1杯のお塩ですので、小さじ2杯の塩をここに入れます。水を入れるだけで結構です。4合分のところまで水を入れます。で、米2合について大さじ1杯のお酒を入れてください。ですのでここに大さじ2杯のお酒を足します。あとはこれで炊くだけです。さて、エンドウ豆の炊き込みご飯うまくできました。